はい、というわけでお疲れ様です。バーナードです。今日はポップマートアンボクシングビログ、今日ね開封するのはこちらでございます。最新アイテムでございます。ポップマートアズラスプリングファンタジーというシリーズでございます。まあアズラといえば、YouTube チャンネルは非常に思い入れのある思い入れの強い、シリーズでございますね。アズラファーストシリーズからね、この YouTube では紹介し続けてきたシリーズでございます。キャラクターですね。でもしよければね、あのファーストシリーズから順番にね、YouTube チャンネルで紹介しているアズラのシリーズを見ていただけると、楽しめるかな、より楽しいかなと思いますのでね。まあ、今回はこの一番新しい、ね、最新シリーズ、スプリングファンタジーを開封していきます。もうね、パッケージから今回はかなりファンシーな感じですかね。結構ガーリーでファンシーな感じ、柔らかい質感のパッケージですね。色のトーンもちょっとピンクな感じで優しい感じがしますね。でラインナップを見てみるとですね、今回ねあのスプリングファンタジーっていうことで、まあ、テーマがなんかちょっとこうなんともこう形容しがたい感じのテーマで、まあ、キャラクターの名前もまあ、なんかまあ春にちなんだキャラクターっていう感じみたいで、ストロベリーフェアリーとかスプリングレインとか、ちょっと幻想的な世界観のキャラクターたちとなっているようです。で今回ねちょっとね、あの前回のワードローブの時はもう絶対これが欲しいっていうのが1個あったんで、アソートボックス購入してたんですけど、もう今回はねちょっとどれが出ても結構いいんじゃないかなっていうね、世界観も均等に統一されてて、まあ強いてあげるならなんかちょっとドロドロってした子がいるんですよね。あ、これでそのシャウィングスノーっていう子ですかね。あ、でもシークレットも結構そういう質感のキャラクターですね。なんかこのシャウィングスノーっていう子か、まあなんだろうな、結構どれも可愛いんですけど、スプリングレインっていうちょっとなんかこう目の、ね、部分がちょっと特殊な塗装をしてるキャラクもいて、その辺が狙いですかね。もう本当にハズレもなければこれが特に一番っていう感じもない、本当にバランスの取れた、まあ、僕個人としてはバランスがたっていう感じの印象を受けております。はい、というわけでじゃあ早速開封です。アズラいきましょう。いや本当にねこのキャラクターは思い入れがあるので、まずは1ピース目いきたいと思います。なんかこのイチゴのやつも可愛いですけどね、まあどうせだったらかなりこうファンタジー系の要素が強い子が欲しい気がしますね。じゃあいきましょう。さあまずはこちらですね。袋はオーソドックスなポップマートの袋でございます。じゃあ開けていきます。せーの、じゃーん。うおー、なんかか、うわ、これはちょっとあざといっていうかずるい感じの来ましたね。これなんでしょう、これなんかちょっとエルフみたいな感じですよね。うわー、ちょっとやっぱアズラは来ますね、ビビッと。あ、台座がついてますね。いやちょっとねアズラさん本当ずるいっすね。もういきなりこんなの来られちゃったら、ちょっと台座ね、この足をつけてあげましょう。よいしょ、ここに足をつけて、あ、こんな感じですね。この立ち姿はずるいですよね。これカードちょっと見てみましょうか。これちょっと、あ、カードが結構大きいカードが入ってますね。こんな感じ。こちらジャーミネイティングですね。まあ、これ芽が出るとかそういった意味の英単語なんですけど、まあ、まさにそういった感じで、まあ、エルフではなかったですね。エルフではないんですけど、こう 目がね、こう新芽が出るような感じのイメージしたアズラでございます。これ、ちょっと、いや、ちょっとやっぱ、すごいわ。てか、ポップマートがやばいってのもあるんですけど、いや、このクオリティはちょっとすごいですね。まあ、例のごとく、こう、動画でね、どこまで伝えられるかっていうのが、まあ、Hey YouTube チャンネルのこの、無駄に高画質なね、動画、ク
クオリティでどこまでお伝えできるか、この髪の毛の感じのこうトゥルントゥルンな感じわかりますかね、ちょっと柔らかめなクリアカラーでございます。ちょっと触覚っぽいのもついてますね。結構ちょっと柔らかめな感じですね。で首とかもねちょっとこうあんまり強く、触ると折れちゃいそうな感じで怖いんですけど、なんか痩せましたねなんか今までのシリーズのアズラよりもちょっとこう、シュッとね細身な感じがして、うわーこれちょっとずるいっすねやっぱり。で体の部分からこう足元にかけて緑から青のグラデーション、これがねなんかちょっとこう視覚効果的に下からこう照らされてるような感じに見えなくもないという、これもまたすごいですよね。台座の色と足の色が少しこう同じ感じになっていて、上に向かってこうグラデーションしていくのでなんかこう照らされてる感があるんですよね。いやーちょっとすごいわこれいきなり来ちゃいましたね。いやーこちら新芽のアズラでございます。ちょっと待って、もうこれで終わりってことか私もまあ趣味にこうねお金を使っている方ではあるんですけど、やはりね予算の限界というものがあるので、まあ2ピースが今回はちょっと限界でしたね。4月はかなりいろんなものがいろいろ散財をしてしまっているのでね、すでになのでね、ちょっとこうポップマットの新作このタイミングかっていうことで2ピースで我慢しなきゃいけないんですけど、まあね、まあ、2つ買えるだけでもありがたいと思う感じで、しかもまだ新商品あるんでこっちにじゃあ2ピース目ですね。いやーこれで終わっちゃうの本当にみたいな。じゃあ行きましょう、せーの、よっ、わー来た、あ来ました、来ました、これこの目の縁の部分がこのめちゃめちゃピンクで、まあ台座もめっちゃ綺麗。いや今回ちょっとこのクリアカラーの感じがすごいですね。うわーこれもまた幻想的、ちょっとうわーこれ来ちゃうな。ちょっと待って、これカード見てみましょう。すいません、なんかもううわーうわーしか言ってない、例のごとく、おなじみの開封となってしまいましたが、スプリングレインですね。いやイラストもいいですね。この目の周りのこれなんかこうね、この目の周りの衣装がすごい独特な感じですよね。でちゃんとこう雨粒のエフェクトが頭の横とかについてるのがまたいいですね。これいやこれどっから説明まあまずはやっぱこの髪の毛のパーツのね、このトゥルントゥルン感の、クリアカラーですよね。ちょっとこうなんかちょっと透明ではないんですけど、こう色味の入った透明なクリアカラーでございます。薄い紫っぽい感じですかね。これまたねちょっと衣装がかなりすごいんですよね。後ろはこう羽が生えてるような感じで、洋服、服もですね、ここがね衣装がこうついてる感じもすごいクオリティが高く細かく表現がねされております。でこの水のところはね、ちょっとこう歩いてるアズラの表面張力的なところでこう波紋がこう波がねできてる感じも芸が細かいです。でやっぱねお顔でございますね。このねちょっとこうメガネみたいな、ね、ピンクのメガネなのか、こういう顔のねこの塗装というか顔をねこう塗ってるのか分かりませんけども、ああ可愛いですねやっぱり。いやで結構やっぱこう並べてみるとちょっとこう身長差もある感じ。さあ先ほどのね、新芽のアズラさんと並べるといいんじゃないですかね。こう春の雨とこの新芽というところで芽が出てきたみたいな感じでね、すごいマッチする世界観ですね。いやちょっとこれやっぱアズラずるいわー。ちょっとで皆さん多分手に取ってねこうショップで買う人とかは箱を見ると思うんですけど、箱に書いてあるデザインの色よりも薄い色の印象なので、
いちごのねこのことが目立ってますけど、さらにこうちょっと薄めな色ですね、パステルな色になると思うので、そこがね結構また要チェックなところかなと思います。さあというわけで今回はポップマートアンボクシングビログスプリングファンタジーアズラ最新作の開封でございました。いや美しすぎるでしょ、本当にこう来たかって感じですね。前回ワードローブシリーズはねもうまるっきり違う感じのテイストで、まあ、ぜひねあの僕の動画見てほしいんですけど、概要にね過去のアズラの、商品貼っておくんですけども、ナチュラルエレメンツっていうシリーズに近い質感ではありますね。ただねちょっとこう各キャラクターの個性とかっていう点も含めて、まあやっぱシリーズを追うごとに進化し続けてると思います。ちょっとこれはさすがにねクオリティがやばい、絶対これは間違いないと思います。結構アズラね迷ってる人とか好きな人とか結構多いと思うんですけど、まあ、僕としてはやっぱりアソートボックスの購入を検討されてはいかがでしょう。これ並べたらマジで壮観だと思います。で本当アズラのね結構良心的なポイントとしては、その必ずこう台座が過去のシリーズもついてたりするので、まあ、飾りやすいっていうのもあると思うので、その辺もね、まあ、コレクターの方にも優しいという感じでございます。いやーこれもうこっちのキャラクターももう本当はこの台座とこのね後ろの衣装の部分がこう水についちゃってる感じの表現、もうね文句ないです。はい大事にしようと思います。ただこのね今回のこのアズラに関しては追加購入ありですよね。これ他のが本当に見たい、ごめんなさい、これ YouTube とか関係なしに僕がこれ他のやつ見たいっていうのがあるんで見ます。はいまあちょっと動画ね次また追加購入分アップできるのいつかわかんないですけど、また発見し次第購入してみようと思います。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ポップマートアンボクシング Vlog からバーナードでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。